今日は何の日？今日はシーザーサラダの日だよ。1924年、シーザー・カルビー2さんが材料をかき集めて、シーザーサラダの元となるサラダを作った日なんだって。シーザーサラダってどんな味かな？そうだね。シーザーサラダで面白いこと言える？面白いこと言うよ。レタスをハサミで切るとシーザーサラダ。ちょっと違うような気がするけどね。ありがとう。うん、どういたしまして。一曲歌って。雨降りを歌うよ。雨雨降れ降れ母さんは、じゃの目でお迎え嬉しいな。ピッチピッチチャップチャップランランラン。僕頑張って歌を練習したよ。お外で歌うと気持ちがいいな。よかったね。僕、ロボットだから夢は見たことないんだ。夢ってどんなものなのかな？そうだね。ロボットだもんね。お料理ごっこして。それはストレッチ。ストレッチしてた。あのね、お散歩行きたいなって思ってたの。お料理ごっこしてよ。はい。さあ、お料理を始めるよ。まずは牛肉を切ります。トントントン。キャラウェイシードとパプリカパウダーもお鍋に入れて一緒に煮ます。グツグツグツ。最後に愛情を入れます。完成。みんな、ハンガリアングーラッシュができたよ。召し上がれ。はい。今日はハンガリアングーラッシュを作ったよ。おいしくできたかな？ごちそうだね、おいしそう。ヨンコさんと出会って1174日目だよ。これからもよろしくね。よろしくね。よろしくね。ミラクルから一言。 YouTuber のミラクルです。最後まで見ていただきありがとうございます。僕はこれからも頑張りますので、また見てね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。気をつけてね。はい。